ありがとうございます。いろんな声あると思いますけど、福岡空港に、ね、着いたということで、当時の同期の松本瑞生選手知ってます？いやすごい、待ち時間に剣道見とる、すごいわー、ゲームだった。ロサンゼルス行くということで、ちょっと聞いてみるか。これはね、第一ターミナル。これや。ここからホテルに行きましょう。ネギしに来ました。なんなら愛になったり疲れすぎてなんか車の中に入ってきた。ホワイトをボコボコにするぐらい強くなってくれないとちょっと困るんですよ。いやそうな、明日戦う体育館に来ております。この階段を上がればいいのに。はい、はい、来ました。下見です。ケンシ君来とっちゃう。明日の意気込みみたいなのがあれば。ちょっと手の調子とかも悪いですもんね。湿布とかいろいろ貼ってますよね。そうなんですよ。ちょっと、まあ、試合できるぐらいに。そうです。まあちょっと事態とかもね、ちょっと怪我の具合見て考えたんですけど。考えたんですね。はい、まあちょっとね、注射に行ってね、まあ、なんとか言ってましたね。はい、まあ明日ね、まあ、レッツゴーなぎらさんということでね、まあ、相手にとって不足はもう全くないですね。全くないですね。はい、まあ明日1試合なので、もう自分のこう剣道と、まあ、また盛り上がるような試合。まあ、私はちょっとあの後遺症で、また医者にはちょっとあの剣道止められてますので、まあ、とりあえずね、怪我はないように、ね、頑張ってきて。はい、皆さんありがとうございました。では明日頑張ってきます。頑張って。はい、おはようございます。どこって感じだね。ここで素振りでも押していこうか。どうもおはようございます。ブルー&ホワイトのブルーです。時刻はついにやってまいりました。ついにこの日が来たというところで、11月11日記念すべき剣閣第1回大会の幕開けとなっております。2回寝汗で起きるっていうね。テーピングとかもね、朝からちょっと巻いてガチガチに固定します。はい、ちょっと大会会場に行っていきたいと思います。頑張ります。大会会場行きました。ウエスカイクツリーです。はい、ホワイトがですね、まさかの二度寝をしてまして、バタバタ会場入りするという感じです。はい、でね、コンビニに寄れないというホワイトクオリティーということで、また会場ついて回します。高速のコートですね、会った時には私の説明責任を果たすつもりではあるんですけれども、説明を受けています。全責任を置いておくまではちょっと難しいかなと思ってますので、ご容赦いただければと思います。よろしくお願いします。ということで、ただいまより剣閣2023を開催いたします。じゃあ両選手が並んだ状態で私から振ります。今ね、リハーサルが行われてます。
選手入場のリハーサルです。見たことない入場です。お、スモーグラ、スモーグラあります。はい、我々のね、番を待っているところですと、ホワイトさんです。どうも。今日はサポーターということで、はい、なんか審査員もするみたいなことを聞きましたけど。そうですね、もう審査員もさせていただきますので、精一杯頑張ります。3試合エキシビション3試合急遽ね、昨日決まりました。お願いします。お面大体、お面大体。こうね、皆さん、おのおのの練習されてますけど。はい、会場までやってまいりました。リハーサルみたいなのもやりまして、やっとね、今は1時ん12時ぐらい、普通だったら1回戦とか終わってますよね。終わってるんですけど、今から防具をつけたと。こんな試合初めてじゃないですか。といったところで、今からアップするということで、はい、でまあ、ちょっとね、アップの様子とかもね、まあ、軽く映したらなと思います。ブルー選手、お願いいたします。まずはレッツゴー、なぎら選手、お願いいたします。はい、全国の2番県を代表して元祖剣道系 YouTuber 打ち放したいと思います。よろしくお願いします。そして対します、そのブルー選手、どうぞ。最高山の剣道 YouTuber です。最高山の意地を、ね、見せて、コスパインのお前との方まで、勝って、フォークになります。今日はありがとうございました。ナイトル試合両選手のメッセージでございました。まずは梶谷涼河選手、お願いいたします。めちゃめちゃワクワクしてます。一生懸命自分の持ち味を出せるように頑張りたいと思います。お願いします。そして最後に対戦選手君、お願いいたします。皆様にですね、この隣にいる梶谷のおもちゃをですね、倒すところをぜひ見せしたいなと思って、今日やってきましたので、どうぞ応援よろしくお願いします。梶谷選手に来ていただきました。ありがとうございます。先ほどちょっと、一緒に練習させていただいて、元立ちしたんですけど、元立ちでちょっと息が切れそうなぐらいのコテをいただきました。全然そんな打ってないですけど、ありがとうございます。こちらこそ稽古していただいて、ありがとうございます。いつもこう動画では見てたんですけど、受けるとやっぱまた違いますね。本当ですか。はい、もうコテ打ったらここにいるみたいな。まあそれが試合で決めれるように自分も頑張りたいなと思います。ありがとうございます。剣客ということで、賞金付き大会という、今までちょっと味わったことないような大会ですけど、いかがでしょうか。
まあそうですね、まあこういった新しいことっていうのはすごいいいことだと思うんですけど、まあもちろんいろんな声あると思いますけど、まあその中でもこうやって何かきっかけにこう剣道を見てやってくれる人が普及がねしていければいいなっていう、自分はそういうふうに思ってます。ありがとうございます。じゃあお互い頑張りましょう。はい、ありがとうございます。僕も一生懸命頑張ります。ありがとうございます。梶谷さんでした。そういうご希望があれば全員でピースメントにね、そういうものがあれば当然ブロックに、ご自身のアイデアで写真を撮りたいスタッフにお申し付けください。株式会社ゴリラマウンテン代表取締役、 YouTube 登録者数83,000人、年商億単位の社長たちを相手にした密着動画が大人気のビジネス系 YouTuber、 ベンチプレスは120キロをマークし、間違いなく大会ナンバーワンの冒険プレイヤーでしょう。身長171センチ、体重90キロ、ゴリラよりゴリラ、レッツゴーアキラ。どうも、ブルー&ホワイトのブルーでーす。剣客2023 in 東京の試合を解説していきたいと思います。今回はね、コロナのルールの、前提的な試合審判法ではないといったところで、試合の方を見ていきたいと思います。はい。まずね、なぎらさんが面から小手打ってきました。で、担ぎ面ですね。負けじと打っていきます。でね、実はね、この時ね、もうすでにね、試合までかなり空き時間もあったっていったところでね、もう足がねもうつりそうです。さっきの担ぎ面 でなかなかね、練習もあまりできないといった状態もあったので、はい、足がつりそうな状態で戦っていきます。はい、こちら引き面ね決まりませんでした。はい、カメラマンホワイトです。奥で頑張ってくれてます。ね、ここまでね、なぎらさんかなりね連続で技を出してきて、事前のね、インタビューの方でね、瞬殺しますって言ったところで、めちゃめちゃ焦ってました。はい、瞬殺されるんじゃねえかなと思いながらね、めちゃめちゃ警戒しながら入ってますね。はい、ですね、はい、ここカウンターの面でね、事前のね、動画を見る機会があったのでめちゃめちゃ研究してたんですけど、コテ打った後の結構空いてるなっていう印象があったんで狙ってみたんですけど、根元でしたね。はい、チャンスを逃したといったところでどうしようかなっていったところですね。ここまでね、いろいろ技を出しまくってなかなか決まらず、ね、少しでも手元を上げるとね、こうやって小手を狙ってくるんで、本当に、手元が上がらないようにね気をつけながら試合しましたね。こちらね片手突きが外れての面、
こういうのね合わされたら危ないなと思うので気をつけていきたいですね。もろ手突きですね。めちゃめちゃ技のね技が豊富で、面とかもね上から来るのでめちゃめちゃ危ないなと思いながら開始動画を狙ってたんですけどね、タイミングがなかなか合わないって言ったところですね。で、こちらですね、少しでも休ませないように間合いを詰めていきます。ここで旗手突きですね。こちら白旗3本決まりました。はい、こちら5カメあるのでね、贅沢に使っていきます。はい、綺麗に決まりました。でスローで見ていきましょう。はい、腰決めさせていただきました。はい、この時ね、1本取れてホッとしてますが、ちょっと足がね、心配といったところで、はい、2本目見ていきたいと思います。こちらね、面来たら返し道打とうと思ってます。この時来い来い来いと思いながらなかなか来なかったですね。来ないのでどうしようかどうしようかといったところで、ここでしたね。ここをちゃんと決め打ちして狙ってれば、勝てたかなと思いました。はい、もう一回片手突きに行きます。はい、打たれてしまいました。いやー、これは安易でしたね。もう完全にね、2本目決めに行こうとしてます、ね、足が止まったところをね、完全に打たれてます。これね、一見普通の面に見えるんですけど、フェイントを4回ぐらい入れられてるんですよね。1、2、3、4、めちゃくちゃうまいです。はい、普通はね、1、2ぐらいで打ってくるんですけど、1、2、3、4ぐらいフェイント入れられて足が止まって手動けになったところをバッコシ打たれました。はい、ここから勝負ですね。はい、ファイト。ホワイトが吠えます。ちょっと片手突きをねやり返されてしまうってところでね、危なかったですねこれね。でこの時の心境は、やばいと、せっかく取ったのに、またね1対1に戻ってしまったと。でこれでね、取ったら勝ちですけど取られても負けなので、めちゃめちゃ1本取った後の立ち回りがねちょっと下手くそだなと思いましたね。まあ、あの突きがね決まってれば2本勝ちなんですけど、まだちょっと出すのが早かったかなと思いましたね。でもやっぱりね、こういった、エンターテインメントのね試合でもあったので、まあ、2本目決めてね、ちょっと会場を沸かせてやろうみたいなところが、あったのかなと思います。でね、またね、ちょっと足が、若干つってたんで、まあ、釣りかけですね。早めに決めて、ちょっと試合を終わらせに行こうかなとしたところもありました。はい、正直なとこね。なので、まあ、もうちょっとね、片手突きの精度を上げていきたいなと思います。はい。ってとこでね、試合の方も行っていきましょう。で、これね、5分。で決まらなかった場合は2分の延長です。なので2分の延長で決まらなかった場合は判定がありますので、その判定のこともねこの辺から考え出しまして、まあ、判定になったらどうかなっていう、ちょっと五分かなと、若干優勢かなとか思いながらもこの時は試合してましたが、まあ後から見る感じ、これもしかしたら2対3ぐらいで負けてたのかなとか思いながら、ちょっとやってますね。はい、ね、この面で判定になったら勝てるかなってちょっと正直思ってました。でも相手の選手に結構疲れが見えてたので、休ませないようにねめちゃめちゃ攻めてます。ここもね本当に休ませないように、ここですね、はい、これね引き面を決めることがここでできました。延長入ってすぐでしたね。はい、まあ、得意な形になったのでここで、まあ、序盤からめちゃめちゃ相手を休ませないように攻めてたので、まあ、ここで、なんとかその攻めが効いたのかなって言ったところでした。でね、このね、引き面はね、自分が高校時代小中高の先輩、あの国友先輩のね
低めをね、ずっと練習していたので、その低めの先輩の低めの何度かまでね、出すことができて、決めることができて、本当にありがとうございます。はい。で、見事勝つことができました。はい。すごい、ね、この大会が決まったのがね、4ヶ月ぐらい前からと。で、本当に格上で、8年ぶりぐらいにね、試合に出ることになったので、めちゃめちゃ不安とか、緊張とか、めちゃくちゃあったんですけども、その中でね、練習して怪我をしたりとかした中で、この大会に、ね、出れて、そしてね、勝つことができたので、本当にほっとしてます。はい。まあね、こういった大会にね、呼んでいただいた、ケンジ君、そしてね、まあ、応援してくれたファンの皆様、ありがとうございました。ね、勝利者賞として、賞金5万円の方をいただきました。スポンサーの方、ありがとうございます。はい、といったところですね、剣客2023、ご視聴いただきありがとうございました。この後もね、試合終わった後の様子とか、インタビューなどあるので、ぜひ見てください。ありがとうございました。選手退場。ブルーさん、ありがとうございました。おめでとうございます。終わりました。いや、すごい戦いです。いや、本当に片手突き空いてるなと思って。はい。狙い通り決まったんですけど、はい、まさかにちょっと欲張っちゃってね。なるほど。最後の面打たれた時もう、いや、あ、終わったと思うんですけど、ちょっと集中切らしてずにね、はい、まあ、できたんで、まあ、よかったかなと思います。はい、素晴らしい。最後決めは、まあ、練習でつけてくれたね、サブメンバーの方がね、の練習した時の面が出しました。はい、素晴らしい。ありがとうございました。お疲れ様です。素晴らしい。いただきました。なぎらさん、対戦お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、なぎらさんでしたっていうのはちょっとということで、なぎらさん、本当にありがとうございました。いや、こちらこそ持ってまいりました。いや、ありがとうございました。いや、悔しい。何なんすか、本当に聞いてないっすよ、なんかそんな。動画見てたんですよ、YouTube。はい、まあ、頑張れば勝てるかなと思ってたんですけど、はい、実際こう剣を合わせてみた時の引き出し方、もう踊らされてたなみたいな、もう本当マジで、もうずっと僕なんかピチ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 しちゃってて。いや、正直僕も見てたんですけど、はい、対戦決まる前から知ってたんですよ。あ、もう編集とかもすごい、はい、面白くて、うん、参考にしてたんですけど、うん、でその中で大会出たじゃないですか、はい、あれも見てたんですよ。去年ですね。去年です。そうです。で、はい、あ、強いな、戦ったら負けるなと思ってました。じゃあまさか試合決まるっていうので、大丈夫ですかって聞かれたんですけど、はい、あ、ちょっとやめとこうかなとも思いました。勝っとるやないか、はい、そう、試合前負けてました、はい、勝っとるやないか。しかも最初の月ね、はい、で、ちょっと月にはちょっと前いろいろ理由があって、はい、試合中ちょっと足ちょっとやばいなっていう、うん、ちょっと釣りそうだなっていうのがあったんですよ。めっちゃ同じでした。あ、本当です。やっぱこれがあのリバケンです。そうです、はい、いや、もう内容さん分かってくれますよね。リバケンはこういう急な試合にすると、いや、マジそう、ガタ下半身くるんですよ。心と体が一致しないんですよ。昔のイメージはあるんですけど打てない。そう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 、これがリバケンあるあるです、はい、で、この足で何が打てるってのは片手突きかなと思ってこれでいけますから、ね、そうそうそうこれででもそれ当たったね。で、2本目、すみません、欲張っちゃいました。でもこれ、いつ打たれても本当おかしくない状態でした、ね、うん、はい、そうですね、多分対戦カードとしてすごくちょうど良かった気がしてます。マッチメイク的に多分スピードとパワーだったら僕だったし、その技術というか引き間の攻防みたいなのは多分ブルーさんだったんで、いや、ありがとうございます。結果、やはり間合いが一番大事ということが分かりました、これは。ありがとうございます、はい、本当に。で、僕、旅費がかかってるんですよね、今回。ああ、福岡から来てますよね。そうなんですよ。なんで、もう赤字です。賞金もらったんですけど、はい。
もう一個ゼロあればいいなっていうぐらいですかね。欲張るね。ブルワンのホワイト欲張りますね。はい、まあちょっといつかちょっとなぎらさんのチャンネルにもちょっと出たいです。あ、もう、はい、もちろんもちろん。もう8万人ですよ、8万人。本当ですよ。はい、4倍なんで。そうなんですよ。もうあのここで勝ってますけど負けてます、うん、チャンネル。はい、4倍で、はい、はい、負けてます。まあ今日は剣道のフィールドなんで本当に参りました。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に。また何かあればいつか。もちろんです。ありがとうございました。なぎらさんでした。よいしょ。来た。頑張って、あの、救急の会場で終わりましょう。頑張ってください。そのために、あの、全県連の方に、職員の方から食事会行って、打ち合わせして、どんな温度感ですかとか言ったりとか、もう直接、全県連の会長に電話してみたりとか、いろんなチャレンジをしながらの、長年やってきました。で、本当にありがとうございました。引き続きですね、どうぞよろしくお願いします。以上です。もうね、多分来た時からスモークたかれてライトチカチカして緊張した人たくさんいるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、こうして無事に終われて本当に良かったなと思ってます。本当にこんな機会をいただいてありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。はい、主催の、ケンシ君に来てもらいました。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。まあ、本当にこういう大会を経験できたことを本当に嬉しく思います。まあ、主催の方にですね、総括をいただきたいと思います。ありがとうございます。本当にですね、本動画の方にも自分の動画でも言ったりしてるんですけれども、皆さんの力あってこそで、新しい何かですね、剣道のムーブメントを起こそうって思った時にやっぱり一人ではできませんから、協力をしてくださった、まあ、本当にブルフォアさんはじめですね、皆さんに感謝しております。はい、本当に試合の方は、ちょっと自分勝てて、ちょっと足が本当釣りそうで、実はっていう実は、はい、片手突きしかないという感じでちょっと打たせていただいたんですけど、はい、そうなんですよ。試合はやっぱケンシ君のこのケンシ君ワールドが始まる前になんかちょっと終わってしまったみたいな、そういうような感じで聞いたんですけど、僕はちょっとインタビュー中でわ見たい見たいと思って、あ、今どっちの旗が上がったんだろうっていう状態だったんですけど、まあ、これ第1回大会ということですね。まあ、ちょっといろいろこう本当にスタッフの皆様ですね、模索しながらというかすごい大変だったと思うんですけど、まあ、ちょっとこの大会がですね、どんどんこう続いていって、まあ、ぜひまあ、第2回とか読んでいただければと、はい、思いますので、まあ、第2回とかあるんですか？そうですね、予定は未定ということで、はい、よろしくお願いします。じゃあ今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、片手で失礼します。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それでは賞金マッチの方ですね。勝者の方、順番にどうぞ。片手メッセージをお願いします。おめでとうござい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 ます。あれ、残ってはなんだこれは。おめでとうございます。それではまた後でこれは受け取ってない方に、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。交通費が減ってきました。はい、出場者のインタビューということでね、春学ブラザーさんに来てもらいました。角人です。お父さんです。本物です。いや、いつも本物です。ありがとうございます。まあ、なかなかね、こう剣道 YouTuber がこう集まるってことはあんまないんで、本当に貴重な絵ということで、ガクト君、今日はどうでしたか？勝てて嬉しかったです。お、素晴らしい。1試合目勝てた、はい、すごい流れを作ったということで、はい、そして僕の前だったんですよ。どうでしたか？いや、もうガクトが勝ったんで、まあ、一安心してたんですけど、やっぱプレッシャーかかるじゃないですか。でそこで、まあ、勝てたんで、まあ、ほっとしました。はい、はい、親子揃って勝ったと、そして賞金もゲットしたということで、よかったね。いや、そこに一番喜んでるよ。あ、お母さんが、はい、国葬園でます。はい、もう何も喋ることないけど、
ありがとうございます。お母さんです。4段です。4段。はい。何段でしたっけ？3段。あの、私4段です。先生ということで、はい。頑張ります。はい。たところですね、あの春学ブラザーズさんに来てもらいました。はい。ありがとうございました。またコラボとか。お疲れ様でした。そうですね。はい。いつかやりましょう。はい。ありがとう。頑張ってね。はい。ありがとうございました。何喋ってほしいですか？感想 OK です。まあそうですね、やっぱすごい研究されてるなっていうのが一番最初の引き戸で感じたことがまず一つ目で、まあなんとか引き面取ることができたんですけど、その後飛び込み面ケンジ君得意だなと思ってたので、自分そこを出花面打とうと思ったら、たまたまこう前に入ってきたところ面打つことができて、まあなんとか勝つことができて本当良かったなとほっとしているところでございますという感じで、ちょっと短いインタビューですけれども、ありがとうございました。大丈夫ですか、こんななんか適当な感じで。ありがとうございます。はい、見学終わりました。なんとね、一番最後までいるっていうことだよね。はいはい、あのセットも全部なくなってしまいました。はい、ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ホテルへ帰ります。帰りましょう。はい、終わりまして、天使君とご飯に行きました。お疲れ様です。お疲れ様です。美味しかったですね。最高でした。ありがとうございます。見学が無事終わりまして、なんとか、勝つことができました。まあ、怪我なくね、終われたのが一番良かったなと思います。試合の感想から言うと、まあちょっと腱鞘炎になってですね、調整を本当に難しくてですね、試合中ね、ちょっと足つりそうになったりとかして、そこで打った技が、まああの、技でした。ホワイトとね、最後観光して、東京のね、街を楽しみたいと思います。試合、お疲れ様でした。おやすみなさい。そう、重たい。重たい。さあ、ホワイトさんの判定はいかに？ 77 番。めちゃくちゃいいんじゃないこれ。俺なんかね、頭の中でね、77とかええなって思ってたの。マジですごい。もうこれやない、これだ。なんか、帰ってってる。帰ってってるぞ。まさかそんなことない、大吉やて。大吉やて。